清水は開幕3連敗、今日こそサポーターの前で今シーズン初勝利をつかめるか。清水としては今日の試合のポイントどのあたりでしょうか。J1 リーグ第4節、清水エスパルス対ガンバ大阪、前半の戦いが始まっています。倉田、アデミウソン狙ってきた、アデミウソンナイスセーブ。いやー今よく止めました。ちょっとアングルつけてワンタッチ入れて、はい、で巻いて外から巻いて入れるシュートなんですけど、これ梅田がですねちょっとプレジャンプして、宇佐美がその裏を狙おうという動き出しですが、そして藤原です。藤原ゴール前には小野瀬、逆にはアデミウソン、アデミウソン、アデミウソンから小野瀬だ。うわこれですね、これですね。アデミウソンが折り返した、でその後またスルーした小野瀬のところに帰ってくるんですよ、はい、で井戸口も飛び出すんで、対応している選手からするとどっち行けばいいのってなったと思うんですよね、はい、ファン速攻、先ほどはヘディングで惜しいシーンがありました。お、立つた、立つたのクロスボール。これはやっぱりボール中心に、ゴール中心にプレーするっていう意図だと。お、さあ奪って金子が運んで左サイド、カルリーです、カルリーです、シュートは、金子シュートだ、外れた。ビッグチャンスでした。ここで奪ってからですね、はい、奪ってからもうこれ決めてくれって優しいボール入れたんですが、ナイスキーパー、東口のナイスセーブ。これ東口ちょうど正面行ったんですけど、はい、これ読まないでボールが出てくるのを見ながら、そのシュートスピードに対しても自分が反応していったと、はい、東口を見事ですねこれ。いやもうカルリーニョスも狙いすまして打ってきましたからね。カルリーニョスはできればもっとコース突きたかった、あこれニア狙ったのかも分からないですね、ファーポストじゃなくて、はい、中3日で迎えている今日のゲームです。後藤から中村、クロスボール、ファーサイド、最後は立田がヘディング合わせてきました。1対1同点、ここですぐスタートしたんですよ、ここ後藤が、はい、で中村圭太これ仕掛けてファーポスト、ニアのところに藤原、藤原、渡辺、ゴールを見ている、渡辺自ら右足です。大きくクリア、小野、ここで試合終了のホイッスル、試合を決めたガンバ渡辺のゴール。